1911年のキネマカラー作品メディアを再生する With Our King and Queen through India。キネマカラーはイギリスの映画撮影技師、ジョージ・アルバート・スミスによって1906年に発明されたカラー映画の技術である。初めて実用化されたカラー映画の技術であり、1909年から1914年まで商業映画に用いられた。 撮影時と上映時に赤と緑の2色の回転するフィルターを用いる。使うフィルムはモノクロフィルムだが32分の1秒ごとにフィルターで着色された赤一色と緑一色のコマが交互に上映され、それが目の残像により回路されて錯覚でカラーに見えるという原理である。順次フレーム式の可視記法と呼ばれる。順次 フレーム方式の原理上、赤と緑のコマは同時に撮影されないため、動きの激しい被写体の場合は位置のズレから、色がうまく合成されずに、色ずれが生じる欠点があった。キネマカラー方式は、F ・マーシャル・リーの出資で、エドワード・アール・ターナーが開発したカラー映画方式の、リー・ターナー法を改良したものである。ィー・ターナー法は百九十九年に特許が、成立し、 見原色のフィルターを用いていたが、3色だとフィルムの使用量がモノクロの3倍という不経済差があった。さらに当時のフィルムは感度が低く、カラー1コマに3原色の3コマを用いると露出時間が3分の1となり、その上フィルターを用いて減高していたために、技術上の難易度が高かった。1901年に出資者のリーが撤退した後、 1902年にターナーが死去し、リーターナー法の特許権は映画会社経営者のチャールス・アーバンが取得した。アーバンはジョージ・アルバート・スミスと共にリーターナー法を実用化すべく三原色は断念し、赤と青のフィルターに黄色を混ぜ、赤大々と緑の二色の方式とし、38mm フィルムを使っていたのを標準的な 35mm フィルムに、 変更して完成した。アーバンは完成した、このカラー映画方式をキネマカラーと命名し、1906年にイギリスで特許を取得。1908年5月に新聞記者向けに初公開した後、1909年から商業利用を開始し、2月にロンドンで初上映がなされた。同年6月にはチャールズ・アーバンが、 ナチュラルカラーキネマトグラフカンパニーを設立して風俗や風景を撮影した記録映画を中心にカラー映画を制作と配給を手掛け1910年からはイギリス各地で上映されたキネマカラーによるカラー映画は注目を集めサイレント映画時代の中オーケストラによる音楽伴奏のついたカラー映画の興行にイギリス王室の面々が劇場を訪問して 評判となった。日本では、1912年に特許権を持つチャールズ・アーバンから、副報道が東洋での権利を4万円で取得して、1913年10月9日に日本政府から特許が認められた。10月12日からアーバン社制作のキネマカラー作品の上映を東洋商会が開始。ついで11月3日から日本初のキネマカラー作品。 日光の風景が上映された。1912年に、副報道は四社合併により、日本活動写真株式会社となったが、合併条件にキネマカラーの権利は含まれておらず、1914年になって、旧副報道と東洋紹介の面々によって、キネマカラー中心の映画会社である、天然色活動写真が設立された。4月3日に、 劇映画としては、日本初のカラー作品、吉常千本桜を、キネマカラーで制作した。キネマカラー方式は、カラーの1コマは、赤と緑の2コマからなり、1秒は32コマで、上映時間は半分。2色からなる、色の不鮮明さ、倍速上映によるフィルムの損能、色ずれ、目の疲労などの欠点があった。撮影においては、当時のフィルムは、 感度が低い上に、順次、フレーム式のための倍速撮影のため露出時間が2分の1と短く、さらに色分解で濃いフィルターを用いるため、通常の白黒フィルムの撮影の時と比較して、実行感度は10分の1以下となる。通常の劇映画のように屋内の撮影では、光量不足で明るい野外で撮影が求められ、チャールス・アーバンが、 ナチュラルカラーキネマトグラフカンパニーも記録映画が中心だった。同社ではこれを解決するため常に太陽光を再光できる回転式のスタジオを設置して劇映画を制作した。上映時にはフィルターが必要なため一般の映写機では対応できずに上映するには特製映写機が必要なこと。 濃いフィルターを通して映写するために映像が暗くなるという欠陥があった。結局は1909年から1914年までの5年ほどで第一次世界大戦を景気に消えていった。日本で特に問題だったのはフィルムの消費量であった。1914年に勃発した第一次世界大戦の影響で生フィルムが暴頭し天然食活動写真者は モノクロ映画の2倍のフィルムを消費する、キネマカラー方式の制作中止を余儀なくされた。撮影時の光量の問題と上映の暗さは、高感度のフィルムと明るいレンズと光源が、開発されれば、将来的には、解決可能な問題だったが、前述の色ずれや目の疲労や特殊な映写機が必要となる問題は順次、フレーム式上の原理的な欠陥であって、 解決不可能であり、その後、様々な方式が試行錯誤され、発色がより鮮明でこれらの欠陥を克服して、画質が向上した三原色方式のテクニカラーが1932年に登場し、カラー映画が本格的な産業となる時代を迎えることになる。ありがとうございます。